Spinner。 おはようございます。平野真由です。9月28日木曜日、世界で今起きていること。カナダで物議を醸していたナチス問題は首相による謝罪で一旦落ち着きそうです。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。カナダの首相が謝罪した。カナダのジャスティン・トルドー首相は、ウクライナのボルディミル・ゼレンスキー大統領が出席したカナダ議会に元ナチス軍人を招待し、その功績を称賛したことに対して謝罪を表明しました。26日のカナダ議会では、第二次世界大戦を戦った98歳のウクライナ系の退役軍人ヤロスラフ・フンガがゲストとして招待されていました。ウクライナの独立のためにロシアと戦ったとして迎え入れられたフンカですが、その後カナダのユダヤ人団体がフンカはナチス親衛隊に所属していたと指摘。下院議長のアンソニー・ロタはフンカを招待した責任を負い辞任を表明しています。 EU は X をやり玉に上げ、中国はアップルを排除する。EU のヨーロッパ委員会が発表した最新のレポートによると、 X の投稿は Facebook や Instagram といった他のソーシャルメディアと比較してフェイクの情報の比率が最も高いことが分かりました。調査はフェイク情報のリスクが高いと言われる3カ国スペイン、ポーランド、スロバキアを対象に行われています。一方、中国では当局に事業内容の詳細を届け出たアプリストアのリストを公表しています。テンセントやファーウェイ、サムスンなど国内外26のアプリストアが名を連ねていますが、その中にアップルは含まれていません。 EU と中国は国や司法こそ違えど、それぞれテック企業に対する規制を強めています。ヨーロッパでは今年5月からビッグテックに厳しい制約を課す DMA、デジタル市場法が適用されており、中国ではここ数年スマートフォンやモバイルアプリの利用に対する監視を強化しています。フランスはスポーツでもヒジャブ禁止。フランスのスポーツ、オリンピック・パラリンピック担当大臣アメリー・ユデア・カステラは、来年開催されるパリオリンピックで自国の代表選手についてはイスラム教徒の女性が髪を覆うために使うヒジャブの着用を認めない方針を明らかにしました。女性が何を着るべきか、もしくは着るべきでないかを指図することは誰にもできないと批判しています。フランスは政教分離の原則から宗教シンボルの着用に厳しく、公共の場や公立高校では以前からヒジャブが禁止されているほか、今年の夏に行われた女子サッカーのワールドカップでもフランス代表チームの選手がスカーフをかぶることは認められませんでした。ルルレモンとペロトンが手を組んだ。ヨガウェア大手のルルレモンアスレティカは、フィットネス機器を手掛けるペロトンインタラクティブと5年間の業務提携で合意したと発表しました。ペロトンはルルレモンの独占的なデジタルフィットネスコンテンツプロバイダーとなり、ペロトンのフィットネスコンテンツがルルレモンの無料デジタルアプリのユーザーに提供されるほか、ルルレモンの鏡型デバイス、ルルレモンスタジオミラーでも利用可能です。また、ペロトンの小売店とオンラインストアで共同ブランドのアパレルが購入可能になります。コロナのパンデミック期間中に成長し、その後急落していたペロトンの株価ですが、この業務提携を受けて一時 15% の急上昇を見せました。AI 企業は文学者を雇いたい。シリコンバレーの複数の AI 企業が日本語をはじめとする非英語圏の言語を扱える人材を募集しています。 AI の学習モデル構築のためのデータ収集を担うスタートアップスケール AI の採用ページでは、雇用条件として英語、ヒンディー語、そして日本語話者であること、文学分野で一定の学位を持っていること、あるいは文章に関わる何らかの実務経験があることが挙げられています。入社後待っているのは、与えられたトピックについて短編小説を書き、それを AI に入力し、 AI が生成したテキストにフィードバックする仕事と、時給25から50ドルの給料です。
リスナーの皆様、いつもデイリーブリーフを楽しんでいただきありがとうございます。このポッドキャストが気に入ったら、ぜひフォローして応援していただけると嬉しいです。またデイリーブリーフを SNS や友人、同僚にシェアしていただき、デイリーブリーフコミュニティを一緒に成長させませんか？あなたのサポートがデイリーブリーフをより多くのリスナーに届けるきっかけとなります。ぜひ感想を SNS でシェア、そしてフォローをお願いいたします。平野真由でした。今日も良い一日を。